午後2時を過ぎたところです。熊本市最も気温が上がっている時間帯です。この暑さでさすがに二の丸広場、人の姿はありません。3日連続の猛暑日となった熊本市、今日の最高気温は 35.2 度を記録しました。すごい暑いですね。もう暑いな。体温より暑いのかなとか思っちゃってるんですけど、もう異常ですね。ちょっと罰ゲーム感覚でちょっと参りましたね。駐車場に停めた車の中で暑そうにしている家族に放射温度計で車内を測ってもらうと、何度ですか？ 62.8 度です。めちゃめちゃ暑いシートが暑い。今日は県内6地点で猛暑日を観測し、水俣市で 36.4 度、八代市で36度と今年一番の暑さとなりました。そのような中、宇土市では今日午前9時ごろ、59歳の女性が熱中症の疑いで自宅から意識のない状態で病院に運ばれ、その後死亡しました。今月県内で熱中症の疑いで亡くなった人は初めてです。県内には熱中症警戒アラートが発表されています。